シープキャット・ジャッギュアイギリス空軍のジャッギュア・グレーン3シープキャット・ジャギュアはイギリスとフランスが共同開発した訓練機及び超音速系攻撃機名称の由来は日本語でジャガーと呼ばれる動物だがこの訓練攻撃機を指す場合はジャギュアと表記されるイギリス英語でジャギュアアメリカ英語ではジャグーでありフランス語ではジャグワールと発音する 1965年、高等練習機を求めていたイギリスと、軽攻撃機を求めていた、フランスの利益が一致し、共同開発が行われることとなった。共同開発にあたって、フランスからは、ブレゲー社、イギリスからは、BAC 社が選ばれ、1966年5月に、国際共同会社シープキャット社を設立した。シープキャットは、戦闘訓練。 大地支援機のヨーロッパ共同開発のフランス語等文字を取ったものである。開発では、まず8機の試作機が製造され、1968年9月4日に試作初号機が初飛行し、この段階で英仏双総で各200機を調達することで合意。イギリス空軍は、単座のジャギュア S165 機と複座のジャギュア B35 機、フランス空軍は、 タンザのジャギュア A を160機と副座のジャギュア E を40機を調達することになった。主翼上面にオムランチャーを装備するジャギュアグレーン 3A ジャギュア A 初号機は1969年3月29日に初飛行し、ジャギュア S 初号機も1969年10月29日に初飛行した。1969年11月14日には、 フランス海軍向けの関西機型ジャギュア M が初飛行しているが、開発コストの高騰と発着艦能力に問題があるとして、計画はキャンセルされ、シュペル・エタンダールに採用を奪われている。アドアエンジンを2機搭載してやや、下返りズノのついた主翼を高翼配置としている。主翼の後体角は、翼限25%の位置で40度、中ほどには、 ドッグトゥースが付けられている。エンジンの排気口は水平尾翼の全下砲についている。主脚はダブルダイヤが採用され、前線の不正地滑走路からの離着陸も考慮されている。ハードポイントは左右の主翼に各2カ所、胴体下に1カ所の計5カ所だが、イギリス空軍では主翼上面にオムランチャー付きパイロンを装備できるようにしている。ロール軸の制御は スポイラーの作動と水平尾翼の作動の併用で行う。同じア道アエンジン総発ということもあって、本機は機体の寸法、デザインが日本の三菱 T-2F-1 と非常によく似ており、双方とも攻撃機、練習機として使われている。しかし、ジャギュアは攻撃機から練習機が派生したが、t f 1は練習機から、 支援戦闘機が派生している点が異なる。また、主翼はジャギュアが削り出し一体構造であるのに対し、T-2、F-1 は、より軽量で強度の高い複合材接合を、用いている。1973年より、フランス空軍とイギリス空軍に配備が開始された。海外輸出もされたが、皮肉にも開発国のフランスは、本機よりもミラージュ5や、 ミラージュ F1 などの純国産機の輸出を推し進めたためイギリスのみで輸出販売が行われた本機はフランスの純国産機と競合する形になってしまいインドなど4カ国で採用されたのみに止まった攻撃機として湾岸戦争やコソボ紛争において実戦参加を行っているほかイギリス空軍では高等練習機としても用いられているフランス空軍では 各攻撃機としても運用されていたが、ミラージュ 2000N に各攻撃任務は引き継がれた。オマーン空軍では当時唯一の超音速機であったことから防空任務にも使用されていた。練習機としてもイギリス空軍では2007年に退役、オマーン空軍のジャギュアも2014年8月に退役した。インド空軍のジャギュア攻撃機は九百八十年代から ヒンドスタン航空機でシャムシャーの名でライセンス生産されており、偵察任務から会場での支援戦闘機として運用してきた。1999年のカルギル戦争ではレーザー誘導爆弾による空爆を行うなど実戦でも積極的な役割を果たした。2020年代でも配備しているのはインド空軍のみだが配備から30年以上経過した。 ヒンドスタン航空機による、シャムシャーの近代化改修が計画されていた。HAL シャムシャーダーリン3と名付けられた、改修内容は多岐にわたり、水力不足のアドアエンジンを、ハネウェル社の F125 インエンジンに換装し、水力強化を図るほか、全天候マルチモードレーダーを搭載し、操縦席をグラスコックピット化して、オートパイロットとヘッドマウントディスプレイ、 フライバイワイヤーを採用。ミッションコンピュータや飛行計器、システム、ソリッドステート、デジタルビデオレコーディングシステム、ソリッドステートフライトデータレコーダーと追加機能を含む最先端のアビオニクスに変更する。2012年に HAL シャムシャー、ダーリン3は初飛行に成功し、88機のシャムシャーを回収する予定だった。しかし、 二機の F125 インだけで一機あたり2670万ドル。その他の回収でさらに一機あたり2億ルピーかかるという見積もりから費用対効果に優れないと判断され2019年に回収を断念し、ライセンス生産中のスマイナス30ムキーを増備することが発表された。出店、テーラー。 ジョン・ W. ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1982-83、ジェーンズ・パブリッシング・カンパニー・リミテッド、ピアニッシモ、115-117、11 ISBN-978-0710607805、初原性能武装。ありがとうございます。